ギターがもっと楽しくなるということで、まあ、楽しくなってるかどうかちょっと、いまいちわからないですけども、ギターってそういう風になってるんだねということが、わかるとさらに理解が深まって興味が湧くという趣旨で、ちょっとやってる動画です。今日は、前々回にね、2、3弦半音ずれの法則というのを、やりました。その中で2弦のチューニングだけが、他と、法則が違うから、生まれているっていう、ややこしさがね、あるというお話をしましたけれども、このことがですね、ものすごい神秘的な、事象をですね生み出しているというお話をちょっとしようと思います。それは何かというとですね、コードの話なんですね。メジャーコードと言われるコードがありますよね。このコードですね。でこのコード、今6本全部鳴らしてますけども、コードってメジャーコードとかね普通に言われてるものはトライアドって言われますけども、3和音ですね。で実は今弦6本鳴ってるけれども、メジャーコードに必要な音っていうのは3つしかないわけですね。でそれは、何かというと、ドミソなんですよね。五線紙でね、音符変えたところのドミソっていうふうにこう1音ずつ、音符を上に積み上げた3和音ですね。それがトライアドっていうやつで、それが、コードの基本になってるわけですけども、でですね、そのトライアドってドミソっていうのは度数でいうと1、3、5、1度、3度、5度っていうのが、同時になってるっていうのが、3和音トライアドなんですが、じゃあギターでそれをやるときに今6本弦全部鳴らしてますよね。でも、実は、この6本3種類の音しか鳴ってないんですよね。ルートである1度、5度、まあオクターブなので、これは1と言ってもいいし8と言ってもいいですが、これとこれ一緒ですからね。そして、3度、メジャー3度ね。そして5度、もう一回5度。そして、1弦と6弦はね同じチューニングですから、6本鳴ってるうちの3つは実はルートが鳴ってる。そして5度が2つ鳴ってる。そしてメジャーとマイナーを分けてる3度が1個だけ鳴ってるっていうことなんですね。っていうことはですね、実はって鳴らしてるけどこの形ね、これが5、1、3なわけですけども、この3個鳴ってることが、まあ、トライアドになってるってことですね。まあそれはちょっと、前情報としての解説だったんですが、はい、じゃあですね、E コードを鳴らしてみます。E コードってこうですよね。E メジャー。で、前に動画でドレミファソラシドっていうドレミファソ、これを、そのままの形で下にずらすとってなっていくと、で3弦から始まった時だけずれなきゃいけない形がね、形がずれなきゃいけないっていう話をしました。2、3弦半音ずれの法則っていうふうに勝手に名付けてますけども、じゃあこのト
トライアドを全体を一個下にずらすとどうなるか。これ Am になっちゃってますよね。なんでかっていうと、この音3弦にあるんで、この音は3弦にある音ですから、1個下げた時に半音上がんなきゃいけないわけですよね。だからこれはこれになるわけですね。 A です。A のトライアド、これを全部そのまま下に下ろすと、また変ですよね。さっきのこの音が下にずれた時に半音ずれなきゃいけないですから、 D コードのフォームですね。 D のフォームですよね。この E、A、D っていうののコード、オープンコードのフォームは、トライアドが1本ずつ、弦を1本ずつ全部下にずれていった時にこういう形に変化するっていうものですよね。でそのことは、多くの方もご存知と思います。じゃあ、6本全部の弦について鳴らした時にもう一回見てみると、これ全体を下ろすとこうなるってことでしたよね。で、1弦と6弦は常に一緒ですから、まあ、この A のコードには E も含まれてるわけですから、上を鳴らしてもいいんですよね。和音の構成要素としては、いいわけですね。入れても、今これ厳密に言うと、A 音 E っていう言い方になっちゃうかもしれないですが、構成要素としては、3つの音だけで構成されてるわけです。でこれをさっきみたいに D に下ろしていった時どうなるかっていうと、人差し指、じゃあこの、中指ですね、中指で出しているこの F シャープの音、 F シャープが6弦に出てきますよね。D on F シャープって言い方に本当はなっちゃうかもしれないですが、音の構成用途としてはこれでいいです。さあここまでは分かっていただけると思うんですが、このあとさらに、全部の指のフォームを下にずらしていくとどうなるのか、まずこの音、この音は下にずれるとまあなくなっちゃいますよね。でこの音、これは普通に下に降りますね。そしてここにあった音は半音上がります。こうなるってことですよね。でさっき F シャープのとこにあった音、これはそのまま降りますよね。そして1弦にあったこの音 G ですけども、これがここにもう一回現れるわけです。そうすると G コードになるわけですね。さあということはこの G のここの部分、この部分っていうのは実は、E で押さえてたののここの部分が見えますか、ここの部分がここに出てきたやつなんですよね。こう降りてってまた出てきた時にここに出てきたということです。わかるでしょうか。じゃあこのまままた全体を下にずらしています。下っていうのはあの弦の上でですね、まず小指はなくなっちゃいますよね。でこの音はここにずれますね。で今この開放が鳴っているわけですけど、これ2弦にずれた時に半音高くならなきゃいけない、だからここに出ます、出ますよね。で今こことここに
あったこの2つの音はそのままおりますね。で、1弦にあったこの音が出てきます。ちょっと指が4本しかないと押さえられない、全部押さえられないんですが、下のところで言うと C コードですよね、 C コードで、ここを、この音を上で表現するとこういうことですね、こういうことです。さあ、ここにトライアード、さっきの E で出てきたトライアード、ここに、完成してますよね。C のトライアードがここにあったやつが回ってここに出てきて、ここに完成してるってことですね。じゃあですね、仮にこういう押さえ方だったとして、本当はここですけど、これをまた全部を下にずらしてみます。ここにあったこの、まあまあね、こうなってるんです。この指、この指は下に消えてなくなっちゃいますから、とこの1フレット、これそのまま下にずれますね。で、さっきの解放、3弦の解放は、下にずれた時に1フレットに出なきゃいけないですからこうなりますよね。そしてここにあったこのトライアド、これそのまま全部下に1回ずれます。そしてこの1弦の1フレット6弦に出てきます。そうするとなんと F コードになったんですね。以下同じようにやると、っていうような形になっていくと。何が言いたいかというと、4度ずつどんどん下に降りていったわけですよね。それをやっているうちに E コードだったものは F になって出てくる。だからこの指板状です、こうぐるぐるぐるぐっとこう螺旋状に、なんかイメージとしては回ってどんどん半音ずつ上がっていくっていうですね、仕掛けになってるんですね。なので今までこう F のコード、 F のコードと、のようなね、制覇するコードと、こうオープンのコードは別のものだと、思っていた人が多いんじゃないかと思うんですが、同じなんですね、実は。だから G の上のここの部分は E の時のここの部分だったということですね。 C のここも E のがここに現れてたやつ、そして、まあ、トップのノートを C にするためにこれを省いていたと、ということだったんですね。まあこのことがまたギタープレイにどう生かされるかというと、そんなに生かされないかもしれないですが、ギターというのはそういう構造になっているんだなと。 2,3 弦半音ずれの法則によってですね、ものすごい神秘的なことが起こっているという、ことがお分かりいただけたかと思います。こういうことを知っておくとですね、またギターっていうものが面白いというか、よくできたもんだなっていうふうに感じるんじゃないかなと、思います。ではまた、こういう話をしていきたいと思います。